会ったことはないけれど、知れば知るほど惹かれてく。この人自体が宇宙みたいで。南方熊楠、書く。目の位置と大きさが明らかにおかしい。できる限りの修正はする。でも、その前に、こんな時こそ持ち前の遊び心の出番だ。楽しく書くがモットーだから。Thank you.
アンパンが好きだという情報しか組み込めなかったのは、ひとえに南方熊楠その人がすごすぎるからだ。フクロウ侍ごときでは彼のどこを切り取ったとて中途半端になるような気がした次第に候。せめて彼そのものを記した書籍数点ご紹介いたす所存にござる。あいにく小生この愛以外持ち合わせがないゆえかたじけない。ただ精一杯描いたということに一点の曇りもないことをここに記しゆく。フクロウ侍。